パレで飲食店を経営されていますめぐり屋の橋本安子さんです。皆さんこんにちは。私はすいません、素晴らしいお話で、ずっと聞いていたような感じ。私たちが日頃見ることができないというか、私飲食店終わって帰るとき、そこの広場に多いときは3、40人 の、 若い女性の方たちが立って、可愛い人たちのね、寒いのに生足でいっぱい立ってるんですけど、本当に今みたいに私そういう人たちもいるんじゃないかなって、自殺が多いとか聞いてるし、女子の貧困、新型コロナと貧困女子とかね、そういう本がたくさん出てて、そういうのを読ませていただくと、本当にもうびっくりするぐらいの女子大生たちが性 の、 風俗やなんかの仕事に就かないと、もう奨学金が借金が払えないような状況になっているとか、男子学生さんたちも本当にそうなんですけど、働き先がみんななくなってしまってという状況、本当に悲惨です。私の店でもマリノ球場に去年の12月の末から、無料弁当をね、そんな立場じゃないんですけれども、給付金をいただいて、それをただ内部利用をするのも気が引けるので、シェアしようと思って、無料弁当を毎日最後は70食まで、一晩ずっと286日間出し続けて、この間緊急事態が宣言が終わってしまいましたので、お仕事しなきゃならなくなって、ちょっと一旦やむなくやめたんですけれども、そちらにも女性の方が何人もいらしてました。でやはり障害のある方もいらっしゃいましたし、夜本当に止めてあげたいような方たちがたくさんいたり、これからまた寒くなるのにあの人たちどうするんだろうと思ったりしながら日々を暮らしております。私昨日の話、昨日だったかな、女性は大学なんか行かなくていいって言われた、誰の話かなと思ったんですね。私池内さんと30歳違うんですけれども、私の時代の話かと思ってました。何にも変わってないじゃないかってね。それでさっきそういう人たちのことも何も政治の責任ですっておっしゃってくださったんですけど、私今回市民として、共産党員ではないですが、4野党が結束をして野党共闘っていうのを作ってくれたので、私の友達たちにもこれなら言えるっていう感じで、野党共闘と市民がしっかり手をつないで現政権にノーというため の、 今回の選挙、今までとは違うと思うんですね。白票を投じてきましたとか、入れる人がいないわって言ってる場合じゃないんですね。 今この状態じゃ嫌だと思った人はもう一択ですよね。野党共闘に入れて、池内さんを、ここの地域では池内さんが統一候補ですので、池内さんをぜひ国会に送り込んで、私たちも一緒になって、政治の責任だけじゃない、市民の責任、国民の責任、今まで政治は政治家がやるものだって言って、何もね、物も言わないで、まあ、選挙には行ってましたけど、こういう時にもあんまりいろんなことしないでね、やってきた私たちの責任だと思っているので、ぜひ皆さんもご一緒に、今度の選挙はいつもと違う選挙として、ご自分も何かできることを一つでもお友達に声かけるとか、そういう風にしてなんかすぐ喋りすぎるのでごめんなさい、したいと思います。頑張ってください。よろしくお願いします。橋本康子さん、ありがとうございました。それでは